はい、ということで今日は、90年代に、ヒットした、バサラの紹介をしました。このパッセージっていう曲は確か3曲入りの、ミニアルバムに入ってた曲だと思います。今から、24、5年前、1995年、96年ぐらいに発売された曲で、まあ、これも、まあ、僕が大好きなバンドの一つです。知らなかったんですけど、まあ、今でも活動してるみたいで、まあ、ライブとかもやってて、もちろんメンバーも少し変わってたんですけど、まあ、最近のはもちろん曲もそうなんですけど全く興味がなく、情報は、何もありません。このパッセージっていう曲の、メンバーのギターの、シンとシュンがいた時の、まあ、5人組が好きだったので、今のメンバーはもちろん名前も知らなければ、まあ、どういう曲が出てるかっていうのも全くわからないです。このバンドも僕が前に紹介してる、VK バンドに近い、特に、デッドボップスターズ、クロアゲハなんかも、まあ、似てるサウンドじゃないかなって思います。ハードロックよりっていうか、メタルっぽいところが X に近い曲もあったりして、このバンドもボーカル以外は、まあ、好きなんですけど、まあ、ボーカルは、まあ、好き嫌いの好みというか、歌ははっきり言って下手です。これも僕が毎回言ってるんですけど、まあ、売れなかったのは多分このボーカルのせい。バンド全体のビジュアルはかっこいいと思うんですけど、歌唱力で見ると僕が今まで紹介した VK の中でもひどい方じゃないかなって思います。ただここ最近見て、まあ、まだ活動してるのは、まあ、ちょっとびっくりして、多分メンバーなんか40代後半50代とか、まあ、それぐらいだと思うんですけど、まあ、いつまでやるかわかんないんですけど、まあ、頑張ってほしいものです。もちろんこのバンドもカラオケに入ってないし、まあ、世の中の人は、まあ、知らない人がほとんどだと思うんですけど、まあ、もしこの動画を見た人でちょっと聞いてみようかなっていう人がいたら、バサラのパッセージ聞いてみてください。はい、ということで今日は、僕が、好きだった、バサラを紹介しました。その他にも90年代の、まあ、全然有名じゃないんですけど、マディス・グレイルだとか、クロアゲハ、デッドポップスターズ、まあ、スリープ・マイ・ディア、まあ、X もなんですけど、紹介してますんで、もしよかったら動画の方見てください。ということで、今日も、最後まで見てくれてありがとうございました。